博多、中洲にもこれほどの影響が出ておる。以前通っていた橋がものの見事に今もう半分取り去られましたね。向こう側に見えてる橋は以前はなかったんですね。去年令和元年にできました。で今この手前のやつを、まあ、破壊していますと。どうなるんでしょうか。意外と貴重な映像なんじゃないかなと思って今撮ってます。向こうにキャナルシティが見えますね。このもう半分残ったやつもそのうち、まあ、撤去されると。こうパッと見てると向こう側の橋に並べるように作るとなるとですね、このあの橋桁っていうんですか、今 1,2,3 でこちらにおそらくあったのが 1,2,3 あったのかな、それが合計6つあった橋桁がたった2つで支えるということになるみたいですね。これが技術の進化でしょうね。向こう側の橋も相当この丈夫にできているような気がします。そしてこの下に船が通るんですけど、それ通りやすくなるでしょうね。いや、新しい橋ができるのが楽しみです。ということで私は颯爽とまた仕事に向かうということになります。ただね、ちょっと今日人が少ないんですね。これはあの新型ウイルスでちょっと人がねあんま動いてないんですよね。心配でございます。この前インフルエンザにかかったばっかなので、ちょっとね、まあ、大丈夫と思いますけど気をつけたいなと思います。今日お客さん少ないだろうな。お、また黒いマスクの人がこう近づいてきた。怖いな。はい、夜の中洲ですね。つまり私の帰り道ということになります。夕方にあの紹介したこの橋の工事ですね、あの春吉橋の撤去のやつです。夜は夜でね、工事してないんですけど、このキラキラとですね、なかなかこう美しい感じなんですね。ちょっとそういう姿をご覧に入れましょうかね。もう半分橋がない状態です。で、向こう側には綺麗な橋があるということですね。今はあちらの橋が車が走れるようになって、まあ、こちら側はちょん切れてるということです。この中洲のビルもですね、このなんだろう、ここはねイカ屋さんっていうかの料理屋さんがあったんですね、特色のある。しかしこのまあ言うちゃあれですけども、マジもそっけもないカラオケがマジもそっけがないとか言っちゃ怒られそうだけども、まあ全国どこへでもありそうなカラオケになってしまいました。まあ、なかなか残念です。そしてさらに残念なことに、なんかドラッグストアとかになってしまいました。まあつまんないですね。 あれ大砲ラーメンは今日はやっておりません。やっぱこの本日ですね、新型コロナウイルスの影響でですね、この中洲の街は閑散としております。ほとんど誰も近づいてないという感じで、当然中国とか大陸からのお客さんも誰一人として今日見かけませんでした。私が帰る時間帯であっても本当はもっと明るいんですけど、今日は本当にね、一人、二人、三人ぐらいしかいない寂しい夜の街中洲です。はい、ということで本当に今日は、新型コロナウイルス、あの中国で武漢で発生したあのせいでといったらなんですが、中洲にはほとんど人がいないという、そういう状況になってしまっています。本日は、令和2年の令和2年の1月29日の夜中ですね。日が変わって1月30日です。とっても、寂しい中洲の夜。結構これも珍しいので、まあ、あの、事態の大きさがよくわかりますね。この博多、中洲にもこれほどの影響が出ておるという気はします。関係ないということはないと思いますね。私はちょっと早いですけど今日は帰ります。中国人ばかりではなく会社もちょっとお休みというか在宅ワークというのが多かったような気がします。
まあ商売はあがったりですね。